どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレ、こちらはガズモデルの試作品ですけど、このウクレレを使っていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはいいですよ。はい、こちらです。ドーン、不可抗力、新世代アーティストバウンディさんの代表曲。これテレビのコマーシャルでも流れていたということで聞いたことある曲だと思うんですけど、この曲はですね、もうラップありのメロディーありの、もうすごくこういろんな要素がすごく詰まってるんですけど、このウクレレ一本で奏でるこの楽しさ、皆さんなるべく簡単にしてますから、ガズレレ流ですから挑戦してみてください。いつものように2バージョンです。最初のバージョンはそれこそ初心者の方でもね、なるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。最初のラップのところはね、ゆっくりでも早口ですけどね、はい、そこのラップのところちょうどこう楽しみながらこう構築していくのがいいと思います。そして後半はかっこいいバージョンをやります。かっこいいバージョンではやっぱりね、リズムなんです。あのファンキーでちょっとソウルフルでグルービーな、あのリズムをこうかも、このちっちゃいウクレレで出しながら歌をこう重ねていく、これはなかなかのもんですけど、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くの最高ですけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたかったけどなかなか機会がなかったなとかいう方とか、音楽やろうと思って楽器を挑戦したんですけど挫折しましたみたいな方、あっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができるというプログラムがあります。このプログラムを見て今もう全世界中の方が何十万人もガズレレでウクレレで音楽を始めてます。これすぐできるプログラムなので、こんだけ広がるということです。もうチャンネル登録者の方も15万人超えております。皆さんもどんどんご活用してください。でこのプログラム、もうちょっとしたらここにリンク貼り付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで、あっという間にどんな方でもすぐに音楽できるようになります。 YouTube 動画ですから無料ですからね、今すぐ音楽始めましょう。じゃあここですよ、プログラム。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌う弾き語りができるようにしているレッスン動画と課題曲、すでにもう1600曲ぐらい、もっともっとあるかもしれません、上がってます。皆さんの好きな曲もあると思いますよ。もちろんバウンディさんのナポリも、取り上げております。こっちの方もかっこいいんでね、ぜひともやってみてください。さあそれではやっていきましょう。不可抗力、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からゆっくりやってみます。 1,2,3,4。どこに行っても行き詰まり、そして憤りをそのままどっかに出すくだり、そんな劣等も葛藤もみんな持って、その理由は同じ、何でもかんでも欲しがる世界じゃない、また回る世界に飲まれてる、それも理由は同じ、膨らんだ妄想幻想真相を追いや、あれを探して、何わからないよ、それ何甘りそうに落ちる。 Welcome to the 39、 みんな心の中までイカれちまっている。 Welcome to the 39、 そんな世界にみんなで寄り添い合っている。Welcome to the 39.
39そんな世界だからみんな慰め合っている Boundy の不可抗力ガズレレ流シンプル簡単バージョンめちゃゆっくりやってみました。不思議な魅力ですよね。最初はラップで始まってでメロディーが入ってきてそして中でこうやっぱどんどんこういろんな要素が次から次へとこう展開してくる感じ、やっぱこう新世代感覚もう雑色感がねなんていうかもうどんな音楽も取り込んじゃうみたいなそんなBoundyさんのこのねなんていうのこのミクスチャーな感覚が素敵だなと思います。はい、で今聞いていただいて分かったと思うんですけどガズレレオリジナルウクレレ練習用ショートカットアレンジバージョンでお届けさせていただいております。フルコーラスででも全部やりたいなという方コード進行は今出てきたパートでもうね出てきているんで歌詞を変えてオリジナルのこの楽譜を皆さん作り出してください。コードを書いて2番3番のこう歌詞を書き足していく、これでねできるようになると思います。ちょっとそういうのもねいずれ慣れたらチャレンジしてみてください。でまずは今のシンプル簡単バージョンに合わせて動画と一緒に何回もこう合わせて練習してください。コードと歌詞が出てますからね、ゆっくりなんでこれね練習してるとできると思うんですけどまあラップのところとかちょっと難しいかもしれないんですけどまず一緒にできるのを目標にしていただいてそれができるようになったらおめでとうございます。そこでもねこの曲はね最初のラップの部分も含めて結構要素がいろいろあるんでね歌のこのがっちり掴み取っていかないとなかなか一緒にできるの難しいと思うんですけど一緒にできるだけでも本当におめでとうございます。まずファーストステップクリアしたらね次のステップに行きましょう。次のステップは何かというと今度は YouTube ガズレレ YouTube を見ずにご自身一人だけで音楽を生み出す歌のメロディーとリズムと、まあ、音楽を何にもないとこから自分が01で生み出すというのをやってもらいたいんですよね。その時でもね最初のうちはやっぱり楽譜が必要だと思います。楽譜を見ながらも何回も練習してね自分でやってみる。そのうちこの覚えちゃってこの大空の下でこの気持ちよく歌うっていうのをやってほしいなと思うんですけどまずは楽譜を見て練習。でも楽譜ってどこにあるんですかってなると思うんですけど安心してください。今ちょっとこれ見ていただきたいんですけど、はい、不可抗力これ幸せ力ですからね、はい、バウンディさんですけどこのね今ガズこのノートを見ながら今演奏したんですよ。自分で書いてねすごい言葉詰まってますよラップだから。で今日1って書いてあるけど今日2枚に渡ってますってことなんですけどあともうちょっとしたらねこのノートをこんな風にカメラに大きく写してみんなもこんな風に書いてみたらいかがですかってシェアしようと思うんですけど今めっちゃ便利なサービス始まってます。これです、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして今日のバウンディの不可抗力を含むガズが書いて書きまくってきたもう山ほど膨大な数のノート楽譜のデータストックの中から皆さんが面白そうだなやってみたいなと思う曲を毎月5曲お手元にダウンロードしていただいてこれもちろん YouTube と完全連動になってますからねすぐに練習に入っていけるぞという画期的なサービスなんです。でこのガズクラブなんですけど楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としてはガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まっててめちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくでもうわーって、ね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さんガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとねちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけどガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってましてこの今 YouTube 見てるここにメンバーになるというボタンがねパソコンで見てる方あると思うんですけどここでですね毎週2回ライブ配信をしながらウクレレのリズム練習、基本リズム練習もなんか千本ノックみたいなやつですねとか面白いリズム構成とか結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですからこのガズレレ大学は結構ねこう真面目ですよ。真面目トレーニングです。はい、だから、ガズクラブとガズレレ大学ちょっと分かりづらいんですけどガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたりもうわちゃわちゃやるなんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックにお勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね、まあこれ面白い2つのこの活動してますんでぜひご参考にして、ちょっと概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんでご覧になってください。それとあともう1個最新情報なんですけどガズラジといってガズが朝7時半から毎朝ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してどなたでも無料でいつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんでこの辺のこともあの概要欄に書いておきますんでチェックしておいてください。はい、それではですね楽譜を見てまいりましょう。不可抗力バウンディ、まずパート1ですね。これイントロなんですけど、ちょっと見てもらいたいのが、ここ見て、
ここになんか決めと書いてあって E-7 と E7 とか下にくるっと囲ってある。ここね、毎回入ってくるんですよ。ここよく見てもらうと。これは後のこの後やるかっこいいバージョンで、ここでね、ちょっとかっこいい決めを入れながら弾いていくってことなんですけど、毎回入ってくる最初のうちはね、それ覚えておいてください。で、一応ね、下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョン。上の段は今やったシンプル簡単バージョンということになってるんですけど、ちょっとこのかける2って書いてあるんですけど、これね、かっこいいバージョンではここ、二回しするということで、ちょっとこれ書いてあります。今のシンプル簡単バージョンはこのまま行って、いきなり、どこに行ってもって始まるね、ラップがね、感じになってます。はい。ここがですね、ちょっとね、ラップで言葉が多いので、このワンブロックが今日はこういう表記になってますからね。ちょっとこう、書ききれない言葉。なんで、ちょっと広めに書いたり、ここで Am、Am、FF、ここで4回弾くってことですね。2回 Am と F 2回ずつ。こんな風になってます。この A メロのところは全部その尺ですね。そして、B メロのところだけまたこの通常のこの尺に戻るんですよ。この尺がここに戻ってくるんですけど、またね、ここの Welcome to the Dirty Line のところも言葉がめっちゃ詰まってるんで、ここもワンブロックでかくなってます。そういうことで、ちょっといつもとね、変則的な感じなんで、そこをちょっとお見知りおきください。というふうに思います。このワンブロックのデカさ注目ですね。はい。で、こうやって映していくんですけど、このね、ラップのところなんですけど、とにかくこれ聞いてもらって慣れるしかないと思うんですが、この点見てください。この点、ここでガズはね、タイミングを測ってんですよ。これ結構ね、重要なポイントになると思います。ラップはこの点のリズムが一言言葉がずれただけでずれちゃうんでね。はい。じゃあこうやって今映していくんで、一時停止してメモっていってください。それかデモ演奏中の動画のテロップをメモっていただいてもいいですし、あとやっぱ一番、いいなと思うのは、この先ほど紹介させてもらったガズクラブで、このノートのデータそのものをダウンロードしていただくのが、まあもちろん一番ね、早いと思うんですけど、皆さんそれぞれの、やり方でね、どっちにしろ楽譜を作っていきましょうか。用意しましょう。はい。はい、今 A メロ映しました。次 B メロ。B メロちょっとね、この長さ違います。さっきも言ったけどね。はい。ここもちょっとワンブロック足して伸ばすってことになっております。はい。で、ここがまたこう C パートってことになってますけど、ここもサビみたいなと、サビが2回あるような感じがするんですね。ここも印象的。Welcome to the Dirty Night ってやつね。ここも結構早口ですからね。この点でよくリズムを測ってやる、見てもらうのがいいと思います。そんで、ここをバーっとこう伸ばす。で、ここ、あーいいでーって、大サビみたいなところにここから入っていくんですよね。で、ここにちょっと書いてあるんですけど、これね、またここに戻っていくんですよ、後半。その時の最後は止まるよっていうことを表記しております。で、Am のところですけど。じゃあ、ここまで、あーいいでーって言ったら、はい、今日はこっちのページにまたいでる。ここに行きます。ここがなんか大サビみたいな感じかな。ここすごくいいメロディーですね。愛で揺れる世界の中で僕たちは、ここかっこいい。で、ここもくるっと囲ってあって、下の、コード4つのところはかっこいいバージョンで弾いていくぞということで、はい。今のシンプル簡単バージョン上の段を弾きました。で、ここまでやって、このコードを変わって伸ばして、で、また C の繰り返し、さっきも言いましたけど、またここに戻ってくるよね。ここ戻ってきて、で、ここの戻ってきたところ、繰り返しラストのところはここ止まって、Am 弾いて終わったという。これがガズレレアレンジになっております。はい。じゃあちょっと出てくるコードをご案内しましょう。出てくるコード、今日はね、この赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、今はひとまず見なくていいです。で、ここに書いてある6個のコードで今シンプル簡単バージョンやりました。これはね、嬉しい入門コード。いきます。C と Am と F と D マイナーと E7 と E-7。これ E-7 は本当ね、かっこいいバージョンでしか出てこないんで、本当言うとね、簡単バージョンはコード5個なんですよ。ね。嬉しいでしょ。でもこれね、なんでここに書いたかっていうと、これね、超簡単入門コードのグループなんです。これをまずシェアしようと思って。これね、安心の入門コードです。これですよ、ドン。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードって一体何だということなんですけどね。このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたいウクレレ入門コード。10個のグループです。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらもうめちゃくちゃ簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思っても頭ごちゃごちゃにこんがらがるんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう。すごい動画撮ってます。ここにリンク貼っとくんで、この動画見てコード10個覚えちゃってください。今日の今のシンプル簡単バージョンだとコードこのうちの6個でできちゃうんでね、ぜひ覚えちゃって。でもあと今日6個覚えたらさ、あと4個覚えるだけですから、ね、10個のコードなんとか覚えちゃってくださいなと思います。はい。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていく、その前にまずこの今日の曲こそですね、4つ弾きでタイミング、言葉のタイミングとメロディーをもう何回も何回も
自分のものにしてください。これラップのところ結構ね、慣れないと言葉のタイミング結構難しいですよ。どこに行っても行き詰まり、そして行き通りをそのままどっかに出す、くだい、そんなレトンもカトンもみんな持ってそうの理由は、どんどん言葉がもう紡がれていくんでね、タイミング1個外しただけでもね、あららら、ごちゃごちゃってなっちゃうから、そこでまずこの4つ引きでまず体を揺らしてタイミングをしっかり測りながらラップのところは歌っていくということです。でラップが気持ちよく歌って油断しているとですね、次にね、あれ何わからない、言葉のタイミングとメロディ結構難しいです。ラップが成功したって喜んでる途端に次にメロディーのブースに入ってくるんでね、そのなんかもうアスレチックゲームみたいなのも歌の多様性も結構これはね重要になってくるからということで、まず4つ引きで歌の練習をしっかり掴み取ってからこの後のかっこいいバージョンの練習に入っていってください。じゃあかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンでコード2つ追加されます。まず1個目、 Gm7 というコードを解説しましょう。押さえる場所はこことこことここの3つで、ここ 1弦と2弦の1フレットを押さえる。こんな風に押さえられるとすごくいいと思います。で、このぐらい反り返って。で、ちょいと立てるんですね。はい、Gm7。このコード結構大事でかっこいいんですけど、こういう風に、ね、中に反らないよっていう方がいらっしゃる。こういう方は、こうでもいいし、こうでもいいし、とにかくこことこことここをなんかうまいことこう押さえてもらって、Gm7 ちょっとチャレンジしてみてください。そして今日もう一個出てくるの、これ。はい。A シャープメジャー7、大文字の M はメジャーというコードのことにしてます。これはですね、いきますよ。こことここ1弦は引かないじゃない、抑えない、引きますけど抑えない、はい、2弦の1フレットと3弦の2フレットと4弦の3フレット、この斜めですね、こういう斜め、はい、引いてみると、あー、いい響きなんですよ。これがね、ちょっとこうふんわりなんか浮遊感があるような不思議な響きなんですけど、これがこの曲にめちゃくちゃ合うので、これこうやって押さえてみると難しく感じないかもしれないですけど、曲のね中のね他のコードから移ってくるときにこのコードって難しく感じるんですよね。例えば E7 から A シャープメジャー7っていうのがあるんですけど、で E7 を押さえた後に全部一回離してこういう風に空中遊泳するようなイメージになるんで、その時にはね、ここ見て、ここでこうやってネックを支えたら E7 を押さえた後こうやって支えて一回とかね、いろいろこのストラップを使えてで手を安定させるとか、いろいろちょっと工夫して A シャープメジャー7取り組んでいきましょう。そして次はね、リズムの弾き方の解説に入っていこうと思うんですけど、この曲ねめちゃリズムがかっこいいんですよね。さっきも言ったけどファンキーでソウルフルでちょっとこうやっぱ踊れる感じなんですよね。これがねまたすごくいい。今日出てくるリズム紹介しましょう。はい、これドーン16ビートとアイランドビートと、まあ、カッティングか、こんな感じですね。この3つの弾き方でちょっとやってみようと思います。16ビートっていうのはこれね、今日の場合この16ビートはイントロでほんのちょっと出てくるだけ。さっきも言ったんですけど、かっこいいバージョンのイントロは今やった簡単バージョンの倍やる、2回し分やろうと思います。でイントロ1というふうに言われてるワンブロックが16ビートでやって、でもイントロ2からはアイランドビートという弾き方にしようと思うので、ちょっとしか出てこないんですけど、まあ一応この16ビートとアイランドビートとカッティング、この3つの弾き方の解説、ここにちょっとリンク先行ってみてください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中からそれぞれの弾き方の濃厚解説レッスン動画がアップロードされておりますので、ちょっと見てみてください。で、ね、今日はね、全体の構成を見ながら、リズムの解説もちょっと取り入れていこうかなというふうに思いますので、まずイントロ1から、やっていきましょう。さっきも言ったけどイントロさっきの倍やるんで、イントロ1は16ビートの弾き方、イントロ2はアイランドビートの弾き方、はい、じゃあまずイントロ1からなんですけど、このねイントロ見てもらうと分かるけど、これちょっとテロップにキメ Em7 E7 って書いてあるでしょ、このキメが今日一番キーポイントになるところです。はい、ちょっと一回やってみますんで、まずイントロ1やってみます。16ビート1,2,3,4 ドンドンドン、優しくね、ツッターダツッターダ、力を弱くどんどんダーンカどんどんダーンカ、ツッターダツッターダ、はい、これイントロ1ね。じゃあイントロ2ちょっとやってみましょう。今度アイランドビートになります。せーの、ダンダッチャッカダッダンダッチャッカダッダンダッチャッカダッ、ツッターダツッターダ、はい、このツッターダツッターダのところ両方出てくるんで、このねツッターダツッターダ、これ決めのところをまず最初にちょっと練習しましょう。これね、最初にツタータっていうのはチャを一回チャって弾いて Em7 でタータ、次もチャを弾いて E7 でタータです、ね、ツタータツタータ、はい、これがキーポイントになってます。あ、あとちょっと言い忘れてましたけど、今日はねこの曲バウンディさんの不可抗力は曲最初から最後までにわたって跳ねてるリズム、シャッフルのリズムです。チャック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 、
チャッカチャッカっていう風に、この跳ねてるリズムシャッフルですかね。これね、なかなか感覚つかむのね、難しい方もいるんですけど、こんな感じ。ワン、ツー、スリー、フォーというリズムがあったとすると、普通のリズムってワン、ツー、スリー、フォーだけど、跳ねてるリズムだと、チャッカチャッカ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 、このルンルン気分というかね、もうリズムが跳ねてこう踊りたくなるようなリズムでやりたい。これをちょっと最初に付け加えておきましょう。で、じゃあちょっとイントロ1で、16ビートの雰囲気の方でやってみると、どんどんダーン、優しくターン、つったーった、つったーった、ドンドンダーン、ドンドンダーン、つったーった、はい、これがイントロ1です。このちょっと独特じゃない？トントンターン、カトントンターン、カトントンターン、カチャパーパ、チャパーパ、チャパーパ、チャパーパ。この Dm と Em7 と E7 のところ、ちょっとゆっくりやってみると、どんどんこう、チャッカタッカ、チャパーパ、チャパーパ、ですからね。シンコペーションというか、まあフレーズですよね。まだ決め。この決め結構大事。ここはだからずーっと最初から最後までほとんど入ってくるというかね、大事なところで、このラップパートのところと、その Welcome to the 39のところでは、まあ毎回入ってくるんで、何回も練習します。ちょっとね、じゃあ、アイランドビートの方で練習してみましょう。あ、ちなみにアイランドビート、ちょっと前後しちゃいましたけど、アイランドビートの基本は C を押さえていくと、どんどん、チャッカタッカ、どんどん、チャッカタッカ、どんどん、チャッカタッカ、どんどん、チャッカ。これ、マスターしておくとすごく便利です。これね、一般的な16ビートのチャウリーも僕ね、このアイランドビートの方が、初心者の方にとっては、簡単じゃないかなと思ってるんですよね。今ちょっと難しく感じるかもしれないけど、さっきのリズムを解説する動画を見てもらうと、8ビートの延長数延長で考えると結構この弾き方ってね、面白くできるんじゃないかなと思います。このアイランドビートぜひマスターしてください。じゃあアイランドビートでちょっとこのメインのね、コード進行をやってみましょう。せーの。このツッチャーチャツッチャーチャの時にちょっとノリが変わるからリズムが速くなったりちょっとねリズムが乱れる可能性めちゃくちゃあるんで体中でをこうリズムをキープするのがいいですよ。どんどんチャッカタンドンチャッカタンドンチャッカタンドン、こうやってやらないとリズムがねその決めのたんびにずれていっちゃってねなんかすごいことになっちゃうんで、このリズムキープまたね難しくなっちゃうかなと思うんですけど、そこがこうウクレレ練習やってて面白いところなんで、でそのねズチャーチャズチャーチャの決め以外は結構ほんとシンプルで淡々とこうひたすらグルービーにファンキーにこうリズムが続いていくって感じなんですけど、ワンブロックに4つコードがまあ出てきたりするところとか、あとさっきも言ったように A シャープメジャー7にコードが変わってたり、そのコードが変わるのはねまあちょっと皆さんテロップと練習デモ演奏を見てやってもらったんですけど、まあだから今日はこの曲のやっぱり一番大きなテーマはその A メロとか Welcome to the Dirty Night の中で入ってくる決めフレーズだけですね。どんどんチャッカタッカ、どんどんチャッカタッカ、どんどんチャッカタッカ、スパーパスパーパ、どんどんチャッ、はい、ここはもう何回も練習してゆっくりものにしていきましょう。そしていつも言ってることですけど、この演奏面もちろんこれも大事なんですけど、やっぱ歌の中身とか世界観、このプロモーションビデオとかね、もうバウンディさんのビデオを見ても面白かったし、この歌詞の世界をなんかいろいろ考えさせられる、そんなこともやっぱりこう表現として、まあ音楽は感情表現ですからね、こういうリズムのこととこういうことと歌の中身をこう一つにしてアウトプットする、これが気持ちいいと思います。はい、それではやっていきましょう。バウンディの不可抗力ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1 2 3Four. どこへ行っても行き詰まり、そして行き通りをそのままどっかに出す下り、そんな劣等も葛藤もみんな持ってる、その理由は同じ、何でもかんでも欲しがる世界じゃ生たまわる世界に飲まれてる、それも理由は同じ、膨らんだ妄想幻想真相を嫌あれを探してる、あれ何わからない、それ何Welcome to the 39, みんな心の中から弱って朽ちていく。
なんかおしゃれでかっこいいけどちょっと切ない感じもありつつ、なんか不思議な魅力あふれる曲かなと思いました。まさに新世代アーティストという言葉がぴったりかなと思うバウンディさんなんですけどね、やっぱ基本的にはこのループというかね、循環してるコードの中でやっぱこうブラックミュージックを思わせるような感じでね、これファンキーでリズムを跳ねてるし、なんかいろんな音楽の要素をこう感じながらね、なんか楽しく演奏できる曲なんじゃないかなと思います。じっくり取り組んでいきましょう。はい、そしてお知らせなんですけど、こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これウクレレケースなんですよ。ここにプリント入ってる、これね、コンサートサイズまで入るウクレレケースで、これね、リュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついてる、横にも持てるんですよ。で、開けるとこういう風になってて、こういう楽器用のね、分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つついてます。こっちちっちゃいポーチはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね、譜面台も入ります。これを使ってこう中でね、こう動くの防止、あの防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの 大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしておいてください。あと引き続きまして、この本、リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですよね、最近。はい、これがもう累計12万5千部の突破のもので大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいね、グッズがあります。この使ってる、ストラップだとか、キャップ、T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいね、ガズレレグッズで、さらに楽しいウクレレライフ、お楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。